はい、皆さんこんにちは、バナリガルビッシュです。信長の野望創造戦国立志展織田信忠でのプレイ続きをやっていきましょう。前回までにですね、かなり厳しい戦いということで、ついに尾張への侵攻を許しつつあるということで、尾張で今家康を迎え撃っているところです。ただこのまま家康と戦ってもなかなか厳しいかなというのもあるので、ここはですね、もうちょっと一旦朝廷を使って家康と和睦します。まあ、和睦っていうよりかはどちらかっていうと停戦の方がいいのかな。朝廷を使って、もういきなりね、いきなりやるのって思われる方もいらっしゃると思うんですが、今もう風雲急を告げているというところでですね、ちょっと情勢を見るとご覧の通り、もうかなり、尾張の奥深いところ、しかも多方面にわたって家康軍に侵入されている状態です。ですので、まずは家康と少しでも早くですね、和睦をする、で畿内を抑えてしまうというのをですね、やらないと非常にまずい状況になってますので、ここは遺憾ではありますが、早急に家康と和睦します。6ヶ月間ですね。ただではこの6ヶ月間の間に何ができるかというと、兵力の回復はもちろんなんですが、もうね、邪魔くさいガモ、滝川、そして浅野、この辺りはね、もう追い払わないと非常にまずいですね。で、北北陸方面では上杉軍と激突中なので、上杉軍に関してはこれ以上の侵攻を許さないというところがポイントになってきます。では今援軍に向かっていた兵を、これをガモの方へと差し向け直します。承知いたしました。かしこまりました。かしこまりました。で、中川清秀隊とかに関しては、ちょっとでも兵がいるんだったら北陸方面の援軍に向かわせないと北陸が落ちますね。浅野長政も打ち取っておきたいところではあるんですが、非常します。稲葉一徹ももう潰して、承知いたしました。包囲します。助立しよう。我が方の城包囲されました。勝山城が落ちるかな。これは勝山の救援が間に合わないな。北の将に武将が入ってないですね。なので北の将に武将を入れないといけないな。まずは急いで、かしこまりました。勝山城はちょっと正直厳しい情勢にはなってるね。出陣するぞ。敵に城を奪われました。勝山城は奪われたね。勝山城は奪われたんで、これ以上奪われないように朝倉山城へ兵を出しましょう。安藤盛綱ごときに城を奪われたのか。
我が王の城包囲されました。上杉軍の猛攻が厳しいね。朝倉山が落とされるとかなり厳しいですね。城へ戻る。ちょっとね、外交をしっかりしておかないとまずいことになってきてますね。で、織田信純のところに与力を派遣しないと。待ってくださいね。与力、織田信純のところに。安土から何人か押し込みましょう。で、あとは細川も武将の数が足りてないと思うので、教えてくれてましたよね、ちょっと武将の数増やしたらっていうことね。安土城から何人か派遣していきましょう。で、他武家でいうと信忠、武将の数が足りてないと何もできないよね。秀吉のところには大量にいるね。堀秀政のところには5人。とりあえずこんだけいればいいかな。で、あとは外交ですね。まずは朝廷展開に10ヶ月かかるか。10ヶ月かかるんだね。あとは修復はもう大至急やらないとダメですね。で、例によって回収ですね。特に名古屋はもう大至急やらないとダメだな。130日かかるんだね。で、櫓も建てましょう。で、あとは政策、兵の分離とかやりたいけどね。南蛮王が能力主義、中央集権、今できるものって限られてるね。全国の大名に外交できるようになる、これはやりましょう。朝廷への工作効果が上昇する。これ武器は直走であってますか、直走直走、これはやりましょう。常備兵が2割増加、これは軍役集配備もやりましょう。皆に伝えましょう。で、政策やったんだ、あと奨励もちょっとね、できるものからもうやっていきましょう。どうしようかな。飽きないは絶対やった方がいいよね。もうできるものがないって。各城はそこはもう任せてしまい、あと来たるべき家康徳川軍との決戦に備えて陣勝を築いておきますか。築けるだけ。ただ決戦兵力を残しておかなきゃいけないって考える、この辺は築けないね。決戦兵力を残しておくっていう意味だとの兵力は集中した方がいいんですよね、どう考えても。
影勝自らも来るんだな。よし、これでいいかな。外交で、あとは交渉とかやっときますか。今敵視してきてる人たちが多いけど、断絶してるもんね。ほぼほぼ断絶か。明智とかと今更っていうのもあるしね。となるとやっぱり織田ただ一つで頑張るしかないんだな。ちょっとこれでじゃあ一旦送って様子見ましょう。助立ちいたしますぞ。続きなさい。城が取り囲まれました。秀次が間に合わなそうだな。朝倉山が落ちるね。このまま行くと勝山城を逆にダッシュできるかどうかだな。まあ、ただ今稲葉行ってそこのガモを抑え込みましょう。そこが最優先だ。で稲葉一徹の方は城が取り囲まれました。戦で一気にここは城を取りましょう。進め。お任せください。敵の城が奪われた。これは朝倉山城ですね。奪われたのは朝倉山が奪われたんで、まあ家康の脅威は向こう4ヶ月間はないものの、上杉が今度は迫ってくる感じになるんだな。敵が我が領内に向かっております。浮田秀家が室津城に2000か。やってくれ。これはただ敵城門突破しました。城門を破壊しました。秀吉に食い止めてもらうしかないね。溶かしましょう。もう城はね、城門は溶かしていきます。正々堂々勝負しなさい。我が領内に敵が迫っております。城門を破壊しました。敵の進行が思ったより厳しいですね。実際信忠が生き残って信長が死んだ状態ってどうなってたんでしょうね。信忠のもと突破しました。その織田家はねすごい力を残したままだったのか、今プレイしてるように家中が割れて勢力が弱まっていたのか、そこはねとても気になりますよね。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕獲しました。戻ります。進行してくるね。上杉軍の進行が止められないな。で、室津城に敵が攻め寄せると言ってるが、まあこの辺りはただ秀吉が盤石の構えでなんとか体制を整えてくれてるんじゃないかと思うんですよね。そしたら次の標的をこの滝川増茂にしましょう。かしこまりました。
ここももう城を溶かします。もうガシガシ城溶かしていかないと。我が領内に敵が迫っております。我に続け。これが戦の作法よ。停戦が解けるとね、まずいですからね。一撃全てを込める。逃げたければ逃げなさい。引け。まずは尾張美濃防衛室、敵城を突破しました。近江で上杉軍を迎え撃ち、かつ畿内を統一を一刻も早くする。そこですね。これが戦の作法よ。敵将捕らえたれ。次の対決を決めていきましょう。増重を攻めましょう。浅野が今兵を外に出したな。これ結構チャンスだな。ただここは先にやっぱり滝川増重隊を、増重家かな、お滅ぼししましょう。室津城の4500か。この室津城の4500は耐えられるのかな。秀吉が室津城でこらえてくれればいいんだけどな。刺激は結構強力だからな。何はともあれ、この北の将で絶対敵を防衛しないといけないので、北の将に兵を集中させましょう。表情を始めます。報告します。外交もしっかりやっておかないとね、不安しかないですからね。まあ、ここはもう正直適当に、とりあえず人の数だけ入れましょう。でやらなきゃいけないのが、まずは回収ですよね。このあとおそらくこの清水山城とかでも敵を迎え撃つ羽目になるんじゃないかな。で外交で交渉できないしな。朝廷工作は今進んでるでいいんだよね。確認しましょう。積んでるね。よし、増重を撃った後、浅野長政も取り込みましょう。でだで、いよいよ筒井打ちに入ると。まあでもこの辺りはね、小さい家がバラバラあるけど、これらがこぞって逆らってきますからね。簡単にはいかないんだろうな。敵を追い詰めます。我らも加勢しますぞ。出陣します。お任せください。我が領内に敵が迫っております。来た秀家隊も来てるし、心配だけどこらえてもらうしかないな。で今のうちにこの今浜城を落としましょうか。
落とせるんじゃないか、うまくすれば。かしこまりました。出るぞ。出陣します。敵に囲まれた。どこが囲まれたって。信澄の守る、ここが取られるとまずいな。数は足りてないね。織秀政も足りてないか。となると秀次を信澄の居城に戻しましょうか。お任せください。ただ脇坂か、岡も来てるしね。影勝も控えてる。ここを取られるのはまずいんだけどな。かといって援軍が出せる状態でもないし。かしこまりました。助太刀いたす。半織田連合がやっと解散してくれたか。なんとか乗り切ったね、本当に。表情を始めます。報告します。先月の収支です。ここで信忠で遊ばせてたのか。もったいないな。この遊ばせてる信忠を一旦返しましょう。急いで。細川藤高も返し、信忠も返しましょう。戻ります。もったいないね。騎乗します。今心配なのはやっぱ北陸戦線と秀吉が守るここだな。大丈夫か。承知しました。どうしようかな。今秀吉とやっぱりね分かれちゃってるからね、連携がうまくできないんですよね。となるとやっぱりこの大阪京都この辺りを一気に抑え込みたいですよね。そのためにはやっぱり今邪魔になってるこの滝川と浅野、ここを駆逐しつつ高山、三好、松倉、山崎、池田、衣笠、山内、この辺りを次々に攻撃していかなきゃいけないけど、兵力がないね。まあ当面はやはり浅野、滝川を攻撃しつつ上杉の進行を防ぐ。築土地を我が領内に敵が迫っております。松ヶ島に、遊びは終わりだ。松ヶ島に3400か。松ヶ島も兵力少ないからな。まあ、ここは援軍で攻めましょう。いざ参ろう。かしこまりました。桐山の城に3900。桐山御所って今援軍出したばっかりじゃん。そんなところに攻撃してこないでよって言いたいですよね。信忠が今どこにいるかだな。
信忠はまだここか。ちょっと信忠遊ばせすぎたな。気づかなかったですね。桐山御所に急行させても間に合うかどうか。信孝のとこから線を出すか。出陣するぞ。なんかもうめちゃくちゃな傭兵になってる気がするけど。ここは海戦で滝川松重を滅ぼしましょう。進め。まあ一個一個ね潰していくしかもうないですからね。周りに続け。我が領内に敵が迫っております。木曽福島15,800、これがどこの軍勢なんだ。何、室津も撤退してるな。ちょっとまずは木曽福島に迫ってくる敵の軍勢がどこのもの手のものかを確認しましょう。北条勢か。いやー北条勢か。北条勢か。ちょっとこれこらえられないな。木曽福島疾患する恐れが出てきましたね。木曽福島疾患の可能性があるな。ちょっと外交でどうにかなる相手かっていうと微妙だしな。で室津の方はというと、室津の方も攻められてるね。ただ長宗壁元近4000、これを退けられればなんとか勝機は見えてきそうだな。家康となんとか停戦に持ち込み、上杉勢は朝倉山は疾患したもののここで食い止めつつあるという状況の中、北条の参戦か。しかもその軍勢の数が1万5000かな。これを木曽福島城で迎え撃つのは難しいね。兵数1500、細川忠興3000がいてもとても守りきれる数じゃないな。ちょっとね、またどう戦うべきか検討しましょうというところで、一旦ここで、終わりにしてですね、時間も30分ぐらい経ちますので、次回また頭を悩ませながら頑張ってプレーの方していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。